ンさんボールありがとう。おはよう。なんかさ、リオさ、携帯がさ、あの、なんだ、変になっちゃって、そう、なんか容量がなくなっちゃってから、そう、で、今日の朝、それでめっちゃバタバタしてて、その、そうなんですよ。だから、写真撮りすぎ？うん、それもあるかもだし、携帯もね、よく使うから、多分なくなっちゃったんですよね。そうだからいろいろしてたら、あの時間がなくなっちゃって、そうまだリップも塗れてないんですけど、そうそうなんですよ。50分ぐらいになったら男女読みたいと思います。52分。泣かないで、泣いてないよ。泣いてない。でもまだリップ塗ってないから、もうなんかもうなんかすごいゾンビみたいな顔になってる。そうなんですよ。だからそう容量がオーバーしちゃって、なんかね携帯がねあんまり使えない状態だから、そうモアメも送れない可能性があって、そうなんです。佐藤さんハートありがとう。そうなんですよ。なんでみんなリオ励ましてくれるの。別にリオ悲しんでないんだけど。ウケる。そうなんですよ。そう写真もいつもね毎日50枚ぐらい撮るから、そう今日みほりんの写真いっぱい撮らんと、いやそれも写真が撮れないんですよ今日多分。あ全然多分撮れなくて、目がうるうるしてる。してないしてない。してないよ。え潤んでない。あー落ちた。えほんまに潤んでないよ。一個も潤んでないんだけど、みんな心配しないでね。それよりもなんか今日喉が心配なんですけど、うん、泣いてないよ。ちょっと今リオはねリップを塗るのに必死なんですよね。ちょっと待ってくださいね。そうまあちょっとバタバタな朝でした。ウィンディさんレインボースターありがとう。そうなんか今日喉おかしくない？今日ここ最近ちょっとだけおかしいんですよね。またまあでもリハもあるし。伊豆吉さん花びらありがとう。うるうるに見える？ほんまにそういう日なんかな。うるうる日、瞳うるうる日、今日は瞳うるうる日です。カープ好き士くんさん花びらありがとう。いつものリオになった。やっぱり口紅は大事だ。そうなんですよ、うん、そうだから LINE の LINE をね一回消したりとかしてて、家そう一回 LINE を消したりしてたから、そうなんですよね。だからちょっとバタバタだったんですけど、だから今日はモアメ送れない可能性もあるし、配信もこれで終わるかも。でも、もし携帯が鳴ったらモアメも送るし、配信も、一部が終わって二部が始まるまでの間でやると思うので、はい。乾燥してますね。そう、乾燥してる。昨日雨降った？昨日は雨降ってたっけ？降ってないの？てか今日めっちゃ雲一つないんだけど、これは快晴？そう今日はツンツンの顔が短く見える。あ伸びてない？よかった。アプリたくさん入れてる？うーんいやでも普通ぐらい？
まあでも多分写真をいつも、もう写真ね4万枚ぐらいあるんですよそうだから多分写真プラスその LINE とかもなんか連絡で使うからいつも、だから多分容量を食うと思うんですよね。え、関東雨降ってるの今？雨？そうなんですよそうで、今日ははい、ちょっと携帯が大変ですが、今日はオープニングアクトがあります。はい、あのリオたち研究生オープニングアクトに出るのは一部だけなので、二部のみほりんさんの卒業公演は出られないんですけど、一部のあの対バンには研究生オープニングアクトで出演します。短い時間ですが皆さん一緒に楽しみましょう。でもね、多分ね今ね、あの出資確認したいんだけど、あの多分スクショしない方がいいんですよ。だからあのあのできるだけ記憶するから、みんなぜひコメントに今日見に行くよって方ぜひ書いてくれたら嬉しいです。あ、福ちゃんさん今日公演行くよ、やった、ありがとう。え、でもなんか、まあでも、あ、いやなんかこの間のねお話し会、3月12日のお話し会の時に結構19日行くよって声が多くて、そう、ありがとう。そうです、ウィンディーさん DMM ありがとう、ヤッシーさん今日行くありがとう覚えれるかなそうなんです。リオちゃんパソコンに写真移動させない？いや、そういうのもねあるんですけど、知ってるんだけど、そういう方法もね、そう、なんか昨日からちょっとずつおかしくなって、今日ついにあの写真が撮れないことに気づいたんですよ。写真が撮れなかったり、なんかね LINE も受け取れなかったりとか、異変に気づいたので、そう、カープズケチ君さん現地行きます、ありがとう。水口さん DM もありがとう。パニーさんこれから広島に向かう、待ってます。鈴鹿さん DM もありがとう。チーチーさん今日 DM もありがとう。 NOB さん今日行くよ、ありがとう。 F 列やから5列目ね。そうなんだ、そう、今日ね限界を超えました。リオちゃん記憶力いいから、まあそうですね、ちょっと待ってね。よし、あ、昨日の朝に七鍋当たった子だ、お、嬉しい、ありがとうございます。空き容量調べた、うん、結構ね調べててで、結構パーナも見てくれてるんですけど、そうなんですよ。朝の配信予約消えてたから心配した。そう、もともとね20分からお家で配信する予定だったんだけど、そうそう、バタバタしててごめんね。そう、もう携帯も限界が来ているのかもしれません。ミミ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 、はい、コサーサーさん今日は1階の A 列の11番でした。11番、 A 列、え、 A 列って最善、すごすごい、ありがとう。はい、そろそろ壇上を見たいと思います。皆さん今日もありがとうございましたちょっと短い配信でしたが、はい、明日じゃない、間違えた、今日ですね、今日リオは一部だけしか出ないので、一部終わって二部までの間でもし配信できそうだったら配信するのと、携帯が直って遅れたらモアメ送るので待っててください。もしかしたらモアメ送れない可能性もあるかもしれないので、ごめんなさい。昔からでさ、ファイト、ありがとう。はい、それでは今日はオープニングアクト楽しみましょう。
今日もね、もちろんマスク着用での声出しがありなので、ぜひリオツンコールとキャッチフレーズの愛の手をよろしくお願いします。電柱見ます。あ、ちょうど変わった。13位宮城のタカさん、ありがとうございます。12位あやさん、ありがとうございます。11位リオさん、ありがとうございます。同じ名前。10位奈良西さん、ありがとうございます。9位日傘のたっきさん、ありがとうございます。8位マー君さん、ありがとうございます。7位ヨシオンさん、ありがとうございます。6位ムムムさん、ありがとうございます。5位満月ライダーさん、ありがとうございます。4位鈴鹿さん、ありがとうございます。3位ウィンディーさん、ありがとうございます。2位カブズキシ君さん、ありがとうございます。そして1位はバン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。あの15分テロップが出たら終わりますね。皆さんありがとうございました。マーメが来たら容量が解決したってことね。うん、多分。ありがとね。リオツ運転頑張れ。リオは運転しません。ありがとう、皆さんありがとうございました。あ、そうだ、じゃあちょっとキャッチフレーズの練習をしましょう。ちょっとね、喉がまだ温まってないので、ちょっと小さい声でいきます。いきます。ツンツン、明るく熱く元気よく、いつも笑顔で頑張るけん、ゴリオパワー。うはうは、みんなありがとうございます。広島県出身リオツンこと岡村リオです。よろしくお願いします。リオツン、いいですね。ありがとうございます。ありがとう、みんな嬉しい。今日もたくさんのリオツンコール待っておりますので、よろしくお願いします。はい。あとリオのペンライトから紫と黄色で、うちわとかボードとかラブビームも待ってます。朝ごはん食べた？食べた。リオが一番可愛いよ。うん、知ってる。ありがとう。はい。ありがとうございました。15分経ったら切ります。でも配信できてよかった。毎日配信が続いてよかったです。まあチケットはあるんですけど、毎日配信続けれてよかった。多分モアメも多分遅れるとは思うんですけど、10% ぐらい遅れない可能性もあるので、よろしくお願いします。皆さん今日は DMM での配信もあるので、今日お休みだよって方はぜひ DMM 配信で見てください。えんやで優しい。すいませんね、お騒がせしてしまいまして、ごめんなさいね。行ってきます。ほー。ありがとう。そろそろかな。ありがとうございました。そう、明日はフェスもあるのですごい楽しみですね。明日は Spotify オイスト東京の渋谷区でフェスがあります。あっぱれさんの絶対春っていうフェスがありますので、そちらも楽しみですね。はい、もし配信できたら一部終わって二部までの間に配信するので、よろしくお願いします。あ、出た。ありがとうございました。皆さんバイツー、行ってきます。あの
ツイッターぜひ載せてくださったら嬉しいです。もめの返信も待ってます。バイツーン。ごめんね、朝からお騒がせしてしまいました。バイツーン。